青井神社は、東京都の旧、武蔵国多摩郡にある神社である。縁起式神明町に、武蔵国多摩郡青井神社として記載されているが、式内、青井神社の論者は、稲城市東長沼、調布市神代寺、大梅市、沢井の三社がある。所在地は、東京都稲城市東長沼1053で、JR 南部線の稲城長沼駅から徒歩5分ほどのところにある。 旧社格は豪社。祭人は青い神、猿田彦命、雨の渦目命の見柱。長沼という地名からもわかるように、この地は多摩川の氾濫源であり、長く沼地であった。そのため、かつては大沼明神、青沼大明神などとも呼ばれていた。この長沼の地にしろ、新大寺に白水に、 関わりが深い土地であり、青い神は水神であると考えられている。創建年代は不明であるが、伝承では公認年間の創建とされている。現在の社殿は1974年に造営されたコンクリート造りであるが、福との内に安置された本殿は17世紀初期の混流と推測されている。狛犬はに追い置かれており、本殿に近い一帯の狛犬の裏面には、 文政十三流と彫られている。もう一体の狛犬には明治の年号が彫られている。境内は南北に細長く、付近には新建材を利用した建て売り住宅も目立って、風情を損なっているが、古錆びた大木も残っており、古くからの新域であることが理解される。かつてを知る頃によれば、鬱蒼とした大木が無数に生い茂って昼名を暗かったという。霊体祭には、 青石姉妹と呼ばれる、獅子妹が奉納される。東京都調布市新大地元町この十七の十にある。旧社格は豪社。創建年代は不詳であるが、古くから神大寺町の総鎮守として、信仰を集めた。かつては五丁部余りの社地があった。社地内には、大池があって、湧き水が湧き、聖波をたたえていたことから、聖波天神社とも称された。 祭人の青井大臣は、青沼馬、沼押し姫神とされるが、大池に住むおろちを祀ったとも言われる。いずれにせよ水神であるとみて差し支えない。神木の大ケヤキは、江戸名所図絵などにも記された巨木で、市の天然記念物に指定されている。総額山山町付近の青井の伊東京都梅市の総額山山町に、奥宮、沢井山町目639に里宮が鎮座する。 旧社格は豪社。主催神は大国主名である。総学山の山頂近くにはマナイという霊山がある。青いの糸も呼ばれ、社名の由来になったと言われている。創建年代は不詳であるが、社殿では、辻人天皇7年、国中に薬病が流行ったことから、天皇は各地の神々に記念をした当社にも、新地を寄進して、祭祀を行ったという。天行年間、 938年から947年に、源の常元が社殿を造営をしたと伝える。現在の社殿は、高下2年に再建されたものである。明治の初め頃、総額山の麓に拝殿を建立して、遥か拝殿とした。現在では、山頂の本社を、奥宮、山独の遥か拝殿を里宮とし、祭典などは、里宮で行っている。これ式内、 二のする葵の神社なりと神明町、二のせたる葵神社、ハモシクハ当社、ナランカともハレルレと当社派ン儀式神明町に、採る書、にして葵神社調布の信大寺宗者公式サイト。ありがとうございます。